大学の時にあのアルバイトでほとんど飲食関係お弁当屋さんとかなんかで働いていてそれでお弁当屋さんの社長さんから一応調理師免許を取る場合には許可をもらわなきゃいけないんですねその人の社長のサインをそれをもらって調理師免許を受かったんですね。でそれを持ってなぜ取ったかって言ったら。 当時その調理師免許を取ってれば貨物か貨客船にただで船乗れて外国に行けるんじゃないかなっていう考えで取ったんですけどまあそれはなくてまあこちらに来てでその当時えーガーデナーやる前にえ日本人町に来た時に日本食レストランが23軒きなかったんですねそれで自分調理師免許持ってますよって言ったらもうびっくりしちゃって逆に雇ってくれなかったんですよね。 そう,いうたそういうすごい人はいらないっていうような感じで。